皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今週からですね、私の著書の、週刊手帳術の中から、手帳時間ということで、5回にわたってちょっとお話をしたいと思います。で、今日はですね、手帳時間より手帳外時間ということで、手帳の使っている時間と、そうじゃない時間の、比率の話をしたいと思います。私がこう読んでいる7つの習慣に関して言うと、手帳の時間は、大体1日15分ぐらい取ることをお勧めしています。で、この15分っていう時間って、1日の割合でいくと大体 1% ぐらいなんですけども、その 1% がこう長いのか短いのかという話になってくると思うんですけども、私は基本的にそれだと結構長いなというふうに思います。なので、手帳を使うっていうことがこうまだ慣れてない人にしてみるとやっぱり長かったりとかいうことになるんでしょうし、1分1秒でも他のことに時間が使いたいってことであれば、当然手帳の時間って短ければ短いほどいいわけであって、で、かつ目標とか習慣とか、そういうことが達成できるのであれば、当然のことながら短ければいいということになると思います。で、じゃあなぜかっていうと、結局その行動している時間がどうしても必要なわけであって、で、ただでさえ時間が短い、足りないとかっていうことでこうお悩みの人が多いんであれば、この手帳を書いている時間っていうのは極力短い方がいいということになってくると思います。なので、私のこの、週刊手帳術の中でも、何分がいいとかっていうことは基本的には推奨はしていませんが、基本的に短ければいいというふうに思ってますので、そのための方法とかを紹介しているということになります。ちょっと何回かに分けてお話はしていくんですけども、そういうことのヒントになればいいかなというふうに思っています。ということで、今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。